ーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組、それがキックオフサンイン。鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げます。さあ今週も始まりました、キックオフサンイン、ナビゲーターの岡村翔子です。この番組は鳥取島根のサッカーを熱く盛り上げる地域密着型サッカー応援番組です。それではまずはこちらです。ハイライト2024明治安田 J3 リーグ第14節、ガイナーレ鳥取はホームのアクシスバードスタジアムで SC 相模原と対戦しました。スターティングメンバーはこちら。前節外れていた田中圭太が復帰しました。今相模原のキックオフで始まりました。画面左にエンドを取るのが緑のユニフォーム、ホームのガイナーレ鳥取です。前半6分、相模原のコーナーキック。いいボールが来て、最後合わせていったのは9番の藤沼拓夢でした。前半16分、ガイナーレもチャンスを作ります。さあ、富樫が上がる、持ち上がる、右15番の東出、直接打った、キーパーの正面。決定機を作ったのはガイナーレ鳥取。9番の富樫、このハーフウェイラインから持ち上がって、最後フリーだった右15番東出颯太へ。さらに前半24分、左小沢、中央には田中、さあ小沢切り返して6番の徳永の対応、抜くいからダイレクト、ゴール前この位置で打った、右に外れました。最後打っていったのは14番福音誠、ミドルシュート一発もあるこの福音。ネットを揺らすことができないガイナーレ、そんな中、さあ前田へボールが通る、上がった、決めた、決めたのは2番の加藤、相模原が先制です。前半アディショナルタイム、ガイナーレがコーナーキックのチャンス。キッカーは14番の福音誠、ターゲットとなるのは41番大城圭、182センチあります。その大城、8番の橋本がマンマーク、その大城が打って、最後合わせていったのは9番の富樫だったが、この苦悶の表情、持ち上がりプレーです。最後大城が行って、ゴール前合わせきれなかった富樫。前半終わって0対1、ガイナーレが1点を追いかける形で折り返します。後半8分、6番のぬくい、縦を使う、さあゴール前だ、持ち込んでこの位置から田中、田中が振った、ゴールポストの上、最後は切り返して左足を振っていった8番の田中圭太、ゴールの上でした。後半10分、この位置でボールを奪いました相模原。さあ抜ければカウンターになる、さあゴール前スピードが速い、ゴール前だ、高野、高野が振った、桜林まだある、桜林がファインセーブを見せますが、相模原がコーナーキックを獲得。ピンチは続きます。中に来て4番の山下、さらには牧山、大卒2年目牧山高生 J 初ゴールです。点差が開いたところでガイナーレの林監督が動きます。新加入の宮田泉を投入します。こちらが46番、ガイナーレデビューとなりました
宮田泉です。5月11日 J2 横浜 FC から期限付きでこのガイナーレ鳥取にやってきました。その宮田泉がガイナーレデビュー。しかし流れは依然相模原。橋本からクロスが上がって高木ポストに当たる。まだある。最後は押し込んで3点目。高木のヘディングがポストに当たり、その後やはり伊藤が触っていましたでしょうか。突き放されたガイナーレ、後半32分に再び新戦力を投入します。今日が J デビューとなりました木下慎之介、20歳の選手です。セレッソ大阪から今シーズン育成型の期限付き移籍でこのガイナーレ鳥取にやってきました。後半34分、ガイナーレのフリーキック。合わせてくるか、直接行くか。合わせた、上げたボール、ゴール前、セセのヘディング、ポストの上でした。最後打っていったのは10番キャプテン、セセヒロト。1点でも返したいガイナーレは再三相模原ゴールに迫ります。田中陸、ワンタッチでつなごうというところですが、さあ前を向いた宮田の打った、宮田が打ったがよく三浦が防いだ。なんとか攻撃のパターンは作っているガイナーレ鳥取です。ただ最後のフィニッシュの部分、そこにたどり着けないか。さあアディショナルタイムの5分が経過しています。今試合終了のホイッスルが吹かれました。1点が遠かったガイナーレ、0対3で敗れ、直近の3試合は白星なしとなりました。ガイナーレ鳥取の第14節終了時点での成績は4勝5敗5分け、暫定14位となっています。スタジアムに着いたら、まずはメニューをチェックしちゃいますね。絶品のスタジアムグルメをご紹介、スタグル。ガイナーレ鳥取のホーム、アクシスバードスタジアムのグルメエリア、ジーズデリ。ご飯物からスイーツまで、さまざまなメニューが揃っています。今日食べられてるのは何でしょうか。今日牛骨ラーメンです。今日これ選ばれた理由ってありますか。まあ、いつも来たら大体牛骨ラーメン、ラーメンを食べるんで、はい、僕は京都から来てるんですよ。えそ, うそうなんです。なんでガイナーレサポなんですか。娘が鳥取大学に来てて、もともと京都の京都サンガも好きだったんですけど、あの、うん、バードスタジアム来るようになって、すごい綺麗なスタジアムだし近いんで、あの気に入って来てます、はい。今食べてるの何ですか。スノーアイスみたいなんだった気がする。なんで今日これ買ったの。暑いけ今日暑いね。いや今日はね、とっても暑いので喉が渇いておりますということで、生ビールを流し込みたいところなんですが、こちらにします。すいません、あのクリームソーダフロート一つお願いします。はい、お願いします。メロンソーダにバニラアイスをトッピング、暑くなるこれからの季節にぴったりです。ではクリームソーダフロートいただきます。あー、しみるおいしい。このバニラアイスが溶けることによってね、さっぱりとしたこのメロンソーダに、なんかさらにコクと甘さとまろやかさがプラスされて、本当にね、暑い日にはぴったりですね。うん、なんか色がね、ガイナーレカラーですから、このガイナーレカラーをこう体に注入してですね、エネルギーを蓄えて、これを熱い応援に変えたいなと思いますね。うん、おいしい。ガイナーレのゴールキーパー座談会後編。まずは前回のおさらい。グローブのこだわりを聞きました。僕結構白、色のこだわりで白が好きで、
なんで白色がメインのグローブを使いたいっていうのはあります。あ、この中なんですけど、中にこうインナーグリップっていって、はい、シリコンが入ってるんですよ。あ、じゃあもうこの外見だけじゃなく中も。そうですね、中身で。中身で、ね、俺が外見僕のこだわりはでかいグローブが好きで、ちょっと特徴的なのが骨入ってるんですよ。お、イカみたいな。これしかないですけど、骨入ってて、まあ、ここがちょっと曲がりにくかったり、ちょっと強かったり、指持ってかれないように、まあ、その分、多分でかく作られてるんですよ、うんうん、このグローブが。さあ、ここからは、さまざまな質問に本音で答えていただきますよ。ボールキーパーに一番必要だと思うもの、何ですか？ゴールキーパーを目指している子どもたちにも参考になるように答えてもらいました。では井岡さんから。いや、楽しさかなって。あ、楽しむ気持ちよね、はい。まあ、キーパーって結構、まあ、ミスが直接失点につながったりとかあるんで、もうそんなの引きずらないぐらいの楽しさがあれば、多分そんな忘れて次やろうとかなるんで。では続いて高間選手お願いします。僕は常に細部にこだわることかなって思います。お、これはどういうことですか？キーパーって本当飛ぶ時のつま先の向きにこだわったりとか、うん、逆足を押すところにこだわったりとか、本当にこだわればこだわるほどいろいろ出てくるポジションなんですよ。なんで職人に近いんじゃないかなっていうふうに思いますね。なるほど、はい。では桜川選手、はい、お願いします。はい、ゴールを守る気持ちがやっぱ一番大事かなと。守りたいと思う気持ちがないとやっぱ守れないと思うので。続いての質問、試合中に聞こえてきたサポーターの声で印象に残っているものは？井岡選手からお願いします。いや、もうこれしかないですね。ナイス。逆にこれしか耳に入ってこないですね。あ、もうナイス以外入ってこない、はい。いい耳だな。いい耳。都合の悪いことは入ってこないんで。それはやっぱナイスっていう声があるから、あ、次も頑張ろうっていうね。それはもちろん、うん。では続いて高本選手お願いします。はい、僕は相手チームのブーイングですね。あ、だからそれが一応よく聞こえるんじゃないかなっていう。それでは桜庭選手お願いします。はい、塗り壁。いや、これガイナーレの GK のことを塗り壁と表現、サポーターの方が北郎のね、北郎の街にかけて絡めて守護神のことを塗り壁って言ってるのを知らなくて、塗り壁と思って呼ばれて誰のこと言ってんだろうって思って、ああ俺のことかと思ってちょっとびっくりしたというか、印象的でした本当に。ではここで、これ聞いてみたかったのコーナーです。今まで聞きたかったけど聞けなかったことをお互いに質問し合っていただきます。では井岡選手お願いします。やっぱみんなこう気になると思うんで、僕が踏み込んでみました。女性のタイプ。あ、切り込んでくれましたね。好きな女性のタイプ。好きな女性のタイプ。僕はショートヘアが好きなんですよ。外見だったらショートヘア。ショートヘアが好きで、やっぱあれですね、中身がしっかりしてる人はいいですね。やっぱ中身に。そうですね。キーパーグローブと一緒ですね、はい。やっぱ中にもこだわるということです。なるほど。では桜庭選手に。いや、あの元気な人がいいですね。本当、あの自分静かだって喋るの。喋りたくないんで、日本基本的に日常で喋っててくれた方が間が持つんで、そういうなんか話聞ける人がいいですね、うん。ずっと喋りかけてくれて、うん、って言ってる風のがいいですね。では続いて駒選手2人にですか、はい、質問をお願いします。2人ですね。はい、これ2人に聞きたくて、1日のスケジュールで、その中でリキ君はあの身長が高くて不便だだいたいここのクラブハウスを出るのが13時ぐらいで、筋力トレーニング、筋トレをしに行きます。そこからで、その後は温泉に行って、お湯ランドに。では桜庭選手、練習後は
一旦帰ってすぐどっか本屋さん行くんで、すぐとりあえずほぼ毎日本屋さん行って、併設のなんかカフェかなんかで本読んで、夜ご飯前にそれこそ温泉行って、で帰ってきて夜ご飯食べて、そこからちょっと自由にいろんなテレビ見たり、それこそまた本読んでたりして、ラジオ聞いたり、まあ、趣味の時間して寝る感じですね。結構じゃあ充実してますね。あ、充実してます、ずっと充実してないですか。すいません、なんかいろいろ出てきたんで。それでもう一つ、あの身長が高くて不便なところも教えてほしいということですけど、頭ぶつけることが多いんで、そこはほんと厳しいですよね、なかなか生きてて。生きてて。じゃあ桜川選手お願いします。はい、気になってるんで、将来キーパーコーチやってみますか、やれますか、やりたいですか。いや、やりたくないですね。全然 OK、 全然 OK。 引退したらサッカーから離れるかなって思ってます。なるほど。駒選手どうですか。幅広い子どもたちに平等な指導を受けさせてあげたいっていう目標があって、僕は将来的にキーパーコーチやりたいですね。あ、守護神たちの素顔情報をファイルしました。ここからは私、ガイナーレ鳥取広報の堀がお伝えします。ゴー広報部。ガイナーレ鳥取にまつわる耳寄りの話、意外な話など選手や試合以外のお題もお伝えしていきます。今日の企画はこちら、ガイナーレ鳥取サッカースクール生募集中。ガイナーレ鳥取サッカースクールでは今年度の新規スクール生を募集しております。エンジョイコース、スキルアップコースをお選びいただけます。エンジョイコースでは基礎体力の向上とサッカーの基本動作の習得を目指し、スキルアップコースではサッカープレイヤーになるために必要なテクニックのレベルアップを図ります。スキルアップコースではお子様のレベルに合わせてミドルクラス、アドバンスクラスの2つのコースをご用意しております。どちらも子どもたちがさらに成長できるような指導や環境を目指しております。スクール会場は鳥取市では若葉台スポーツセンターの若葉台校、ガイナーレ八幡コートの鳥取北校、米子市では NPO 法人山積スポーツクラブの山積校、オールガイナーレ野人スタジアムの野人校がございます。すべてのスクールで入会金は6,600円、兄弟姉妹でご入会の場合は2人目以降は半額となります。その他月会費やウェアなどの教材費が別途かかります。入会特典としてガイナーレ鳥取2024シーズンホームゲーム全試合に招待するほか、スクールメンバー会員証の申請、ホームゲームイベントおよびスクール生限定イベントへの参加も可能です。ガイナーレ鳥取サッカースクールで楽しくサッカーしませんか。無料体験も行っておりますので、ぜひご参加ください。たくさんの申し込みをお待ちしております。以上、ガイナーレ鳥取広報の森がお伝えしました。2024明治安田 J3 リーグ、ガイナーレ鳥取の次のホームゲームは松本山雅 FC とアクシスバードスタジアムで対戦します。6月8日土曜日午後7時キックオフです。みんなで応援しましょう。ここまではガイナーレ鳥取の話題を中心にお伝えしてきましたが、山陰にはサッカーに情熱を燃やす人たちがまだまだたくさんいらっしゃいますよ。ということで、ここからは躍動山陰サッカー。島根県浜田市を拠点に活動しているフットサルチームポルセイド浜田が今シーズン開幕を前に熱のこもった練習を行っています。早い展開と、それぞれの個人の剥がしシュート、早いパス回しの中で相手が作る。ポルセイド浜田が戦っているのは F リーグのディビジョン2。昨シーズンは9チーム中最下位という結果でした。今シーズンは10チームとなり、
さらに熾烈な順位争いが予想されますが、コルセイド浜田は新キャプテンの就任や新戦力の加入などで戦いに挑みます。今シーズンの目標をお聞かせください。そうですね、最低でも5位以内というところは何としても達成したいなっていうのはありますね。まあ、ホーム戦に向けて、はい、あの一言お願いします。はい、まあ、近くでベルガロッソ、サッカーのベルガロッソ、まあ、出雲の方で言ったらディオッサとか、まあ、そういったクラブがまあ頑張っている中で、まあ、私たちも同様にナショナルリーグの中で、戦っておりますので、ぜひ会場に足を運んでもらって、まあ、このフットサルのスペクタクルさというか激しさ、楽しさもう私たち表現するので、ぜひ一回見に来てもらえたらなと思います。 F リーグディビジョン2、ポルセイド浜田のホーム開幕戦は6月9日、島根県立体育館でボアルース長野と対戦します。そしてポルセイド浜田には小学生年代の U12 と中学生年代の U15 のチームも活動しています。 U12 は低学年と高学年に分かれて週1回のトレーニング、ボールコントロールの技術などを学びます。どんな選手になりたいですか？かっこいい選手になりたいです練習を頑張れる選手になりたいです。はい、フットサル楽しいですか？はい、とても楽しいです。 U15 はトップチームのコーチから専門的な戦術などを学んでいます。多くの選手が中学校のサッカー部と掛け持ちをしていて、相乗効果でのレベルアップも期待できるといいます。フットサルやっていてサッカーに役立つなと思うことってありますか？足元の技術が身について相手が抜きやすくなることが良かったなと思います。体力がめちゃくちゃつきます。9月に開催される全日本 U15 フットサル選手権大会島根県大会で優勝を目指します。ここでお知らせです。鳥取県サッカー協会ではJFA ユニクロサッカーキッズ in 鳥取の参加者を募集しています。6歳以下のお子さんを対象としたキッズサッカーフェスティバルで参加は無料。6月23日日曜日、米子市のオールガイナーレ野人スタジアムで開催します。詳しくは鳥取県サッカー協会のホームページをご覧ください。そしてもう一つお知らせです。ガイナーレ鳥取が天皇杯 JFA 第104回全日本サッカー選手権大会に出場します。1回戦はアクシスバードスタジアムで山口県代表の FC バレイン下関を迎え撃ちます。今日午後1時キックオフです。ぜひスタジアムで応援してください。サッカーが大好きな人はもちろん、サッカーに詳しくない人も楽しめる番組キックオフサイン。来週も鳥取島根のサッカーを全力で盛り上げていきます。お楽しみに。